ノースリーブですよね、うん、そうですね、大事なポイントなんで、大事なポイント、そう、男の祭りの時もこれだから、はい、そのデザインバランスには苦労したんですよ、ね、だから男の時も若干セクシー感あるんですけど、そうですね、確かに露出多いですよね、そう忍者装束なんだから守った方がいいんじゃねえかんだろ、最初期デザインでは足がスパッツだったんですよ、あ、はい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 、うん、でまあ編集部からもうちょっとなんか、はい、男らしくしてって感じで、なるほど、もうちょっと現代的なスポーティーなイメージだったんですけど、ちょっと古風な方にしたんですよね。トラブルの時もそうだけど、服のデザインも矢吹さんってすごくね、あのこだわりというか特徴はあるんで、すごくシルエットは重視してますね。引きで見てもその形に見えるように、なるほどなるほど、課題と面積でそのキャラだと認識できるようにとか。